ハウスポート湘南。さあ皆様、お待たせいたしました。時刻は1時15分を回ったところです。ママポートスタジオ、今日もお届けしていきます。このコーナーはハウスポート湘南さんの提供でお届けしていきます。地域の子育て中のお母さんを支援し、そしてつなげる、さらに住みよく子育てに優しい街をお母さんの視点で探る、このコーナーの目的です。さあ毎週たくさんの素敵な皆様、子育て中のお母さん、そして、支援しているお母さんたちにご出演いただいていますけれども、今日もお二人、キララの教室のお二人をお迎えいたしました。それでは自己紹介を鈴木さんからお願いします。こんにちは、キララの教室には2011年1月から参加しております、鈴木と申します。はい、お願いいたします。お願いします。さあそしてもう一方、伊藤さんお願いします。はい、こんにちは、伊藤由美子です。私は2010年1月キララの会発足当初から在籍させていただいております。そうなんですね。もうその熱い思いを今日はお二人にぜひ語っていただきたいと思いましてね、キララの教室、まあ、私もふとしたことで出会ったんですよ。この、活動場所がね、主な活動場所が、はい、鈴木さんかな、主な活動場所はこの FM 戸塚の東戸塚スタジオがあります、うん、モレラ東戸塚の3階、こちらに区民活動支援センターという公的なスペースがあるんですね。こちら の一部を部屋が空いてあれば部屋をお借りして、はい、でフリースペースが空いてればフリースペースをお借りして、はい、こちらで活動しております。ということで、私はスタジオから区民活動センターに行った時にですね、キララの教室の皆さんが、そして今スタジオ外にいる三谷さんがもう今帽子打ってください。三谷さんと出会っちゃったんですね、はい、そして、実は外国につながる子どもへの日本語学習支援教室、これがキララの教室なんですが、もうその活動を見せていただき、もう何としてもママボートスタジオに出ていただきたいというふうに、こちらも熱いラブコールを送って今日実現したというわけです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、外国につながる子どもたちの今の状況、どんな形になりますでしょうか。はい、外国につながりのあるお子さんたちに対する支援っていうのは、横浜ではまだまだ十分とは言えません。そういうことで、私どもキララの教室では、そのお子さんたちや、そのお母様お父様保護者の方たちを、うん、サポートするべく活動しております。そうですよね、子どもたちだけではなく、はい、私が伺った時にもお母さんが送りに来て、小さなお子さんだったから一緒にね、はい、いたり、はい、また迎えに来たりしていましたが、はい、お母さんたちとの関わりもとっても大きいポイントなんじゃないでしょうか。そうですね、外国につながりのあるお子さんっていうのは、簡単に言いますと、大体ご両親もしくは片親、お母様だけとか、うん、まあ、お父様だけなんですけれども、が外国 の国籍をお持ちの方 で日本語の読み書きが十分でない、その習得が困難な子どもたちというふうな、はい、というふうに定義しています、はい、というのは普通に日本人のご両親のもとに生まれた子どもであったら、はい、家の中にはもう日本語の会話があふれている、うん、あと日本語 の文書、まあ、語本とかもたくさんありますし、はい、新聞なんかも日本語の新聞ですし、でもうあふれているので、もうその小学校に上がった時点で、ね、十分にある程度は、うん、聞くこともできる、話すこともできると思うんですね。ただやっぱりご両親が外国籍であったりとか、あとママだけとかが外国人だと、やっぱり家の中の会話がそちらの方の言葉になってしまいがちですので、うん、そうするとやっぱりもう小学校に上がった時点で結構ハンディキャップとなってしまっていると思うんですね、はい、というわけでお母様、例えばお母様が外国籍の方であると、学校の宿題、音読とか書き取りとかいろいろ出るんですけども、お母さん分からなかったりしますよね。音読なんか聞いても全然分からないんですね。だからこの読み方が果たして正しいのかも分からないと思うんです、うん、あと漢字の書き取りもね、もう当たり前のように
考えてその辺と作りとか、うん、そういうのがやっぱり全然違うと本当に難しいと思うんですね。なるほどね。あとは学校からのお便りとかも、うん、まあ日本語 で、うん、結構親切にルビが振ってあるんですけれども、うん、それまでも十分には理解できてないと思うんですね、うん、なるほど。そういった面で、うん、いろいろ本当に些細なことかもしれないんですけれども、うん、子どもを育てていく上では、うん、とっても支障があると思います。なるほど、はい、子どもたちの方が先にうんと習得しちゃうでしょう。そしてお母さんに教えてあげるってこともあるんじゃないでしょうかね、伊藤さん。はい、そうです ね、お母さん方は普段送り迎えを、されて少しの時間がお会いできたりするんですけども、はい、年に何回か保護者さんを呼んで、うん、私とも一緒にイベントで楽しんだりすることがあるんですけれども、いい、ね、その遊びの中にも、うん、日本語を、うん、交えたものをゲームやりますと、うんうん、お母さんの方が得点できなくて子供の方が元気だったり、そうですよね、はい、することもありますね。それでお母さんも自分のお子さんが、うん、あ、こんなにできるんだなと、なるほど、はい、お喜びになったり、はいはい、じゃあ、お子さんの年齢は何歳から何歳かっていうところはあるんですか。はい、現在は小学校1年生から中学校3年生までのお子さん、はい、今は21名のお子さんいらっしゃいます。そしてボランティアの皆さんが何人ぐらいで対応してるんですか。そうですね、だいたい今、登録してくださっている方が24名ですね。で、国は、だいたい5カ国中国、ベトナム、フィリピン、タイ、ガーナの国々と、まあ、何らかの形でつながっている方々です。子どもたちは、はい、じゃあ子どもさんたちはこの戸塚区に住んでない方もいるってお聞きして、ここまで来るのね、電車に乗ったりして。はい、あ、そうですね、隣の保土ヶ谷区からもバスに乗ったり、はい、お母さんと一緒にバスに乗ってきたり、ね、自転車で、はい、通ってくださるお子さんもいます。ということはここやっぱり東戸塚の駅からすぐでしょ、はい、モレラ、はい、それやっぱり大きいですね、ポイントですよね。そうです、はい、私の方にとっても大きいですね。じゃあそっか、もしかしたらキララの教室ができたのは、はい、この区民活動センターができた、はい、ということがとても大きい。はい、そうですね、はい、大きいです。そうですか、なるほど、わかりました。でもいっぱいの時もあると場所困ったりしませんか、伊藤さん。はい、うん、その辺は私どもの代表の三谷さんという、三谷さんという心強い男性の三谷さん、ね、はいはい、女性のボランティアが多いんでしょうかね、やっぱり。そうですね、はい、比較的女性の方が多いですね。そうですか、やっぱり自分の子供を育てた経験も活かせますし、うんうん、なるほどね、はい、だからそうか、伊藤さん、鈴木さんもお子さん大きくていらっしゃるってことですか。はい、はい、もう、はい、そうですね、高校生だったりとか、はい、中学生、中学生です。三谷さんはもっと大きいんじゃないですか、お子さん。そう、お孫さん、お孫さんがいるかな。そうですね、なるほど、はい、そうですか、はい、そうですか、はい、さあ、そして先ほどのね、年に何回かのお母様も交えてのイベントがあるということで、はい、この後のイベント、つまりキララの教室、キララってこれカタカナが正式ですか。そうです、キララの教室、はい、これに、ね、ご興味がある方、はい、つまりボランティア募集していらっしゃるわけですよね、はいはい、またもしこの放送を聞いている外国につながるお母さん、はい、私の日本語ちょっと早口すぎたかもしれないけど、なんかこう聞いててはっとか思ったらね、はいはい、またキララの教室に自分もっていうことも、ね、はい、そうですね、はい、今夏休みの期間ですのでちょっと変則的になってるんですけれども、はい、9月からはだいたい毎週水曜日と木曜日は、はい、この先ほど申しましたその、モレラ東戸塚の3階の区民活動支援センターで、だいたい夕方3時半ぐらいから5時ぐらいまでは誰かしら の学習支援の活動してます。ですので、はい、どうぞお気軽に覗きに来ていただければ、はい、どんな活動かもお分かりになると思います。あ、そうなんですね、はい、そしてイベントもこれからあるということで、ね、ちょっとそちらもご紹介ください。はい、10月にハロウィーンのパーティーがあります。12月にはクリスマス会があります。1月には新年会というふうになっております。はい、これはお母さんも一緒に、はい、お父さんも来てくれたりする。はい、お父さんも妹さんや弟さん、いい、ね、もうファミリーで、いいですね、はい、いらっしゃいます、はい、なるほど、はい、いい名前ね、キララ、はいはいはい、キララの意味は、はい、言われは、はい、これは、代表、この会を発足させました、うん、飯塚先生が考えになってたんですけれども、そうですか、はい、目をキラキラ輝かせて、うん、勉強ができるように、うん、ということで、なるほど、はい、キララということですね、はい、
何か明治学院大学の皆さんもねお手伝いしてくださるというね、はい、強い見方もあるそうですね。はい、そうです、助かってます。はい、さあキララの教室、お二人にここで宿題です。はい、子育てにあったらいいものということでお願いいたします。はい、伊藤さんからどうぞ。はい、私が考えている子育てに、この町にあったらいいなというものは、はい、経験豊富なこう大人の方がね、うんうん、子育てをしている親子のことをこうサポート、こう自分の経験を生かしてサポートできる、そういう精神っていうんですか、うん、まさにキララなんですけれども、それが町中にあったらいいなと思います。本当だね、はい、ありがとうございます。もう明るい伊藤さん元気いっぱいの伊藤さん、そしてしっとりの鈴木さん鈴木さんどうぞ、はい、宿題です。じゃあ伊藤さんは今ソフト面の方の話をしてくださったので、うん、ハード面で考えると、はい、この東戸塚に限って言うならば、はい、図書館がない、うん、あとプールもないという、そういう図書館プールが欲しいんですね。そういうホールみたいなものとか、あとはもう現実的な問題としては、はい、東戸塚にもう一つ改札口がないとこれは大変だっていうそれはもう子供を連れてお出かけするときにとても困ってると思うんです。ちっちゃい子供たち危険だと思うんですよね。だから改札口をなんとか作ってほしいっていうふうに思ってます。はい、さあこの宿題ね、はい、ハウスポート湘南佐藤社長にねお届けします。はい、今日もハウスポート湘南の佐藤社長からお土産とお手紙がね、はい、キララの教室さんへのお手紙が届いていますので、ぜひお返事をね、はい、というふうに思います。はい、ありがとうございました。今日は外国につながる子どもへの日本語学習支援教室、キララの教室、伊藤由美子さん、鈴木涼子さん、お二人にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ハウスポート湘南。